デイリービルの山根です本日は衆議院議員の杉田美代さんを招きしておりますよろしくお願いしますよろしくお願いしますついにご本人登場ですね <laughs> はいもうこのデイリービルでは私と、はい、まあ白川司さんとともにもう杉田美代バッシングに抗うということで、はい、あのいつも拝見しております、はい、ありがとうございます応援キャンペーンを展開してきましたがついにねやっぱご本人にお話を聞かないと、はい ということでお呼びしたわけですが、はいはい、まずもういろいろ聞きたいことがあるわけですよ。何でも聞いてくじゃあ最初にですね、はい、やっぱり今この杉田水脈バッシングがまた大きくなり始めたそのきっかけが最初その札幌法務局からその人権侵犯認定された。 っていう件なんです続いてまた大阪法務局から立て続けにみたいなこう報道があったわけですよ。はいはい、で主に共同通信、朝日、毎日、東京新聞、うんうん、あと北海道新聞がひどい同心も相当必要にやっているということなんですが、まあ、概要はね、はいはい、おそらくご存知の方、えー、視聴者多いと思いますが人権侵犯認定ってそもそも何かっていうのはあの、はい、私自身も全然、本当に。 制定の霹靂で一応こんなのが出てますよっていうような説明を受けてその後こういう決定がありましたよっていう説明と通知をもらったっていうだけなので何かっていうのはいまいち自分もよく分かってなかったんですが今それを私次世代の党の時の政調会長だった桜内文樹先生という先生がですね動画とかあといろんなところに書いてくださってかなり踏み込んで聞いてくださっています。これ自身は その桜八先生も法務局の LINE とかで質問していって LINE で答えられないのを電話で質問してそれでやっと分かるっていうような制度みたいなんですねただこれ報道を見る限りスキータさんがこの法務局から啓発されたみたいな。はいはい はい何か新聞では私がアイヌの歴史を学べとか、はい、来年の文化を学べとかっていうようなことをなんか啓発されたみたいなこと書いてますけど、はい、何もないですしもっと言うならば私はあの札幌法務局とも大阪法務局とも一切接触すらないです。うん だからイメージですよこの報道を見る限りイメージだったのがパンフレットが送られてきてそれ読んだとかなんなら杉田さんがうぽぽいに連行されていくないですみたいなのはないわけですね全くないですねそういうのもない法的根拠もあのないですし見いですよねだから新聞とかを見るとあの裁判所が私になんか判決を下したみたいな書きぶりじゃないですかでもどっちかというとあのまあ 役所の手続き上、えーまあ、こんなんで認めましたけどでも役所はこれ全く表に出してないんです、えー、一切あそのプロセスもですしプロセスも出してないし誰がそういった判断を下したかも下したかもしてないし、はい、もしくはこういう判断が下されかったかどうかっていうことも表に出してないんです、えー、あだからマスコミさんは法務省に聞いて書いてるのではないと思いますね。えー といういのはあ,のあまりにも今新聞報道とかでされているのが事実に基づかないことが多いので、はい、まああのー それれを元に国会質問がなされたわけですね、はい、衆議院の本会議であるとか参議院の本会議であるとか、はい、参議院の予算委員会でもあったんですけれども、はい、ちょっとあまりにもそれが事実に基づかないので、えー、自民党の国体を通じてそれは誤りでありますっていうようなことを、うん、あの野党の方に申し入れてるんですが、はい、その時に自民党の国体が事実確認しようと思って法務省に問い合わせをしたら、はい、法務省はそういうのが出たこと出たとか出てないとかも含めて、うん、あの非公開なので何もお答えできませんっていう答えだった。えー それやられたらもうこちらとしてはどうしようもうできないですよね、うん、一方的なんでね、うん、でそれをさらにメディアによって大きく報じられちゃってというそもそもなんですけどこれって7年前2016年の,の民間人時代のブログの内容ですよね、はい、しかもそれってブログが確か、えー、ライブドア、はい、ライブドアじゃない、えー、と今私はアメーバブログを使ってるんですがアメーバブログを使っているのでそのアメーバブログの分はもう すでに、えっ、ー、と、削除してます。はい。はい。ただ、あのー、その当時書いていたのがライブドアブログだったんですね。はい、で、数年前に、そのライブドアブログからアメーバブログに移行したんです。えー、で、あの移行前の分はもう全部ほったらかしてて、ちょっとパスワードとかも忘れちゃってるし。ほったらかしていたら、はい、多分それを、多分探し当てて、うん、そして、えっ、ー、と、まあ、あのー。 そそれをまあ認定してくださいっていう形で、ええ、わざわざ掘り出して掘り出してっていうわけですよね。はいはい、でまあ言ってしまえば杉田さんって別に閣僚でもなければ自民党のあ、はいはい、まあ別幹部でもないですし。ですね、だからなんでその一議員である杉田さんの一民間人時代のその7年前のものを掘り出してまで、うん。うん えー、そういったことをするのかといいますか、うん、騒ぎ立てるのか、はい、そして何でここまで大きく報じるのかといったら、はい、これは裏を返せばやっぱり杉田さんのまあ言説であったり、うん、言論活動行動が都合が悪い人たちがおそらくいそうですよね。そまああのその辺の詳しいことは、はい、多分次のウィルはに。はい <laughs> 次のウィルにありがと紹介だいていただけるような感じなので「後を待て」ということなんですやただまあやっぱり私が国連とかでいろいろ活動をしてきたことであるとかじゃ国連で何が行われていてっていうような話であるとかそういうふうなことが分かって今の いろんな流れですよね、うん、で今後情報戦とかあのハイブリッド戦とかあの非常に大事になってくる世論,世論操作とかそういうのがっていう中で、えー、まあ、うんとまあ、いわゆる日本のそういうふうな人たちがどういう活動をどこでやってるのかっていうようなことが、うん、多分全部頭の中に入っている国会議員が私ぐららいいいいしかいないからじゃないかなななじゃそうですね、うん、それから、えー、そこの部分は例えばマスコミさんは全部、はい、あのほぼ 報じないわけで,す、ね、であの LGBT の時にバッとやられた時もあのそういう国連で私が例えば慰安婦問題を制奴隷とかあの強制連行を否定する答弁を引き出したとかそういう活動であるとかっていうようなことはあの一切どこにも報じずにあの安倍総理はこういう暴言を吐く。 あのこういうことを言う杉田が気に入って入れたんだとか、うん、考え方が同じだから自民党に誘ったんだっていう形のレッテルバリをしてるわけですよ、えー、その場合多分あのそういう活動とかをずっと見てきてくださった自民党の方々が入れてくださったんだと思うんですけれども、うんえー、そここのところははすすっ飛ばすわけですよねはい、はい、マスコミさんだから全くこういった、ね、保守系のチャンネル等々。うんはい ご覧になってない方は誤解してしまうわけですよ、はい、そうですねテレビだけとか新聞だけとか、えー、ただちょっと今回やりすぎじゃないですかや,やりすぎですよ完全に いや、だかおかしいじゃないですか。不自然なほどです。なんか他の人たちの不祥事はもう一週間もしたら消えるけど、もうこの問題で二ヶ月やられてるわけですよね。だから法務局ってその大きいところが八個あって、その高等裁判所あるところで、まあ全国にあるじゃないですか、四十の都道府県。じゃあと四十五回これやり続けるのかと私は言ってるんですけれども、これでもこれありえませんだって。杉田さんを潰すためにこれ。でどう、だからわかんないですけど、一旦もこれで結果が出ちゃってるから。 だと思いますけれどもまあそこまでやるかどうかわからないけれどもただねそれがあまりにもちょっとやりすぎなので不思議に思った人が調べてくださってあれ調べたら別に杉田美桜ってそんなおかしなこと言ってないしどっちかっていうとまともなことを言ってるしって自分で言ってると恥ずかしいですけど思ってすごく応援に回ってくださる方とかも出てきているので私はこれは本当にピンチはチャンスでありがたいことだなと思って。 私含め私も白川さんも全面バックアップありがとういざいます今、保守派から結構岸田政権、自民党というのはまあ結構支持率が落ちているわけですよその中でやっぱり自民党の中でももう唯一の両親と言いますかねいいいややや両親いっぱいいますから自民党もまあ一番わかりやすい形でそれこそこの歴史戦もねやっていただいてだから朝日新聞なんてむしろ杉田さんに感謝しないといけないぐらいのね自らの捏造、誤報を訂正してくださってありがとうございます。 本来ならば、はい、この発言はちょ問題発言だからあの議員辞職しろって言うんだったら、はい、私はその慰安婦は性奴隷だとかっていうようなことを言ってた人って、うん、それって嘘であることが今分かっているし、はい、事実に基づかないことも分かってるし、うん、それで世界中にそういうのを喧伝していた人の方が議員の資格がないですよとか、うんあのー、ね。 あの国会議員の中国中学卒業以降の全部の作文とか、うん、非公開のところで書いたものとか投稿とかブログとか、えー、全部見てあのこの人過去にこんな問題発言したよっていうことを言って一個一個やらないと私だけにやるっていうのは不公平じゃないですか、うん、ですすかねプラス、これってやっぱりこれアメリカ発のキャンセルカルチャーを思い出しますね。ルルこれそ、ね、そうううでですすねね、えー、もななんかそうなんかよ、ね、あの 私たちが子どもの頃に見た大草原の小さな家とかあったじゃないですかあれとかも当時は児童文学賞とかを取っていらっしゃるわけですよ作者の方はだけど今の価値観に照らすとかなり差別的なことが入っているので全部の児童文学賞とか剥奪されてるらしいですねアメリカでは恐ろしいことだねそれこそ建国の英雄たちもどんどんいないことというかアンタッチャブルな存在にね成り立たれてるじゃないですかそういうのは非常に怖いなと。 日本に、ね、それを、まあ、今、入りかけてきてますけどアメリカみたいに、ね、しちゃいけないなとここで一つの団体、うん、組織に注目してみたいと思うんですけどはいどうぞ、はいえー、これ共同通信の去年2022年12月8日の記事なんですけれども杉田三氏の罷免求め意見書送付アイヌ民族団体首相らにとアイヌ民族や学者らで作る市民団体アイヌ政策検討市民会議。 札幌市は8日北海道庁で記者会見しブログにアイヌ民族を揶揄する公行をした杉田水脈総務政務官。 の罷免を求める意見書を、えー、岸田文雄首相や松本毅明総務大臣らに送付したと明らかにしたとで意見書ではマイノリティを攻撃する、えー、杉田氏のヘイトスピーチそれを容認拡散し続ける政府の振る舞いを看過できないと強調、えー、杉田氏の留任は岸田内閣がマイノリティを差別する政権だと内外に示すことになると訴えたとでその上で杉田氏が当事者に直接謝罪する場を設けるよう求めたという。はい この、はい、アイヌ政策検討市民会議というあまりこう耳慣れない組織なんですがはい、はい、そうなんですねこれ,これ去年の12月の記事なんですけれども、はい、要するに去年の8月に、えー、私総務大臣政務官になって、はい、その後国会が始まってからはもうほぼ連日野党からの質問を受けておりまして、うん、LGBT の話あの まあ過去の投稿であるとか、はい、まあ先ほど言ったブログの話であるとかでこんな差別発言じゃないかって謝罪しろとか反省してないとかっていうのを連日いろんな委員会で、えー、立ってたわけですよね。でまあ、えー そ,のそれでもまあこの時はまあそのさっき言ったブログはあの一応政府の考え方とは違うということで、うん、まあ削除をして、えー、傷ついた方がいらっしゃるんだったらということで謝罪をさせていただいてたんですがそれでもダメだということで、うん、まあこういうい意見書が出てきたんですね、えーうん、でこのアイヌ政策検討市民会議ってどんな,会議どんな団体なんだろうって思っていろいろ調べるとですねあ、はい、あのー、まあ えとこれは北海道の方にお聞きしたんですけれども、えー、なんか8割ぐらいはアイヌとは関係のない方で<ー>えとトップは、えー、とアメリカ人の方がトップをやっていらっしゃるジェフ・ゲーマンさんという北海道大学の教授です、ねはいはい、の方がやっていらっしゃって、はい、で過去の活動とかを見ていくと、うん、安倍政治を許さないとかはい、はい、国葬反対とかっていうのをやってる団体だったんですね。な、えー、なんとなく見えてきました、ねはい、で最近 <laughs> と、はい、これ、今年の1月のニュースなんですけれども航空自衛隊機にアイヌ文様マーク、えー、抗議する市民グループの真意とはって、まあ、これもあのニュースになってるんですけれども航空自衛隊の,あの第二航空団がアイヌの文様のマークが使われたその航空機にですねで、使用の差し止め。 ええ、を要請した団団体体がここの団体なんですよなるほど。うん、でまあそういうことが分かったので、はい、まあこれ直接謝罪を求めて来られてるんですけれども、はい、いやこんな団体に謝罪するぐらいだったら私政務官辞めます。と、ね、いうと、ねはい、今安倍さんの面影がこんな人たちに負けられない,いこ,れ、ね、<laughs> こんな人たちに謝罪するぐらいだったらですよね。これねはい 年末に政務官を辞めた真相といえば、はいえー、一番の直接原因はここですねもう一人なんかキーパーソンというか気になる人物がいまして、はい、この前田明さん前田朗と書いて前田明さん、はいはい、これは東京造形大学の名誉教授の方なんですけれどもその方がその、ね、ウェブに書いてるんですけれどもこれ2022年の9月27日の記事で第5回人種差別撤廃法条例を求める札幌市民故郷の 札幌講演会で考えるというこういう投稿をしてるんですよ。で8月27日午後と夜札幌で2つの講演をしたと1つが「みんなで作ろう人種差別禁止法」というその会主催が5団体アイヌ政策検討市民会先ほどですねと一般社団法人もしもしはい。で札幌市に人種差別撤廃条例を作る市民会議これがサモン サモンセミナーハンマ団、はい、最後にパレスチナ連帯札幌、はい、で賛同団体には沖縄の基地を考える会、はい、え札幌、はい、と朝鮮学校を支える会、はいえー、日本軍慰安婦問題の解決を目指す北海道の会が名を連ねたと。はい、もうなんか あれですね、特にこのパレスチナ連帯札幌とかってなんか今のその、うん、ハマス寄りのね、はい、だいぶこう報道をしてますけれども、ね、なんかそこをもっとつながるもしくは重信房子さんが日本をまあ見切ってあちらに飛んでしまった理由みたいなのが見えますが、はいはい、で,す、ねでえー、もう一つその夜に参加した、はいはい、イベントというのが「安倍国葬をやめろ」はい「in 札幌緊急集会です、ね」ん、はい、か「違憲違法の政治利用を許すな」はいえー「売国度安倍の 国葬は民主主義破壊の総仕上げとうたい、はい、自民党よ反社会的カルト教団から目を覚ませ国民を巻き込むな、はいえー、国葬を差し止め請求訴訟の現在と訴えたと、はい、なんかもうなんだろうこ、ねはい、れね主催団体は同実行委員会国葬をやめろ非国民札幌だが、うん、みんなで作ろう人権差別禁止法に参加した人たちと重なっている。 つまり1個前のね1個前の人たちとイベントの人たちと同じ人たちが出てますよっていうことなんですね。はいうことなんですね。ただここで注目していただきたいのはそういったあのアイヌの問題であるとかあと、まあ、さあパレスチナも入ってましたけど沖縄の問題それから朝鮮学校の問題慰安婦の問題っていうようなことが これ同じ人たちが動いてますよね、ええ、私は国連にずっと行っていて例えば2018年もあの人種差別撤廃委員会というところに行ったんですけれども、うん、そこで日本で言われているあの差別日本に存在する差別といって、まあ、そういう人たちが言っているのはさっきのアイヌ差別、琉球差別それから在日の外国人に対する差別、うんえー、そして、えっと、ヘイトスピーチが入ってくるんですね。ええ、それから、まあ えーとブラック差別、うん、プラス、えー、慰安婦問題この6つが柱なんですよ、うんえー、いつも。はい、でそれプラス最近入ってきたのが LGBT。はい この差別が日本にすごく存在していて、ひどい差別ですよっていうことがずっと言われている。っていう、うん、これはいつもセットなんですよ。ええ、だから私が女性、女子差別撤廃委員会に行った時も。はい、まあ、あのブログにも書いたんですが、ちまちょごりを切っていらっしゃる方と。あのアイヌのまあ文様の入ったのを羽織っていらっしゃるような方とか。あの沖縄の、あの議員さんとかが、はい、みんな一緒に活動していらっしゃるんです。うん。そうそうそう。だから、はい、杉田さんが、こう。 YouTube のショート動画で上げられてましたけど決して差別をするつもりもなくてむしろ差別撤廃のために動いてるわけじゃないですか差別がなくなったら困る人たちが杉田さんを批判攻撃しているというその構図を理解いいたただきんですよね、本当にもうあのブログは全部消しちゃったのでもう読めないしもう読まなくていいんですけれども別に民族差別をしたわけではなくてそこに来てる人たちのことを書いたわけです。 だから例えば活動家の人たち活動家の人たちですよね。そうなんですよね。そこはやっぱりそのコラボの問題とかで、こうひまそらあかねさんが追求したことで結構今年になってから、いわゆるこう鉱金吸い上げスキームみたいなのが結構注目されるようになりましたけど、結構同じような構図がありますよね。例えばアイドルにしてもまあ60数億円。今度66億円予算が計上されますね。計上されてで実際やっぱりその鉱金 が投入された事業でもなんかこの会計に不正があったりとか実際この中身不透明な資金の流れとかがあるわけですよ。その辺りをやっぱり許しちゃいけないんじゃないというそれはもう絶対にその通りです。そそそういうううい問題提起なわけでですすよねもうあの流行語大賞の中にノミネートされてもよかったと思うんですけどね。 はい、流行語大賞の選考委員の方々もね、うんはい、少しだけこう左の方が多いとねそうかもしれないですね。<laughs> でまああのさっき名前が出た前田明さんは私はあの国連なんかでお見かけしたことはあります、ええ、ジュネーブで。と、ええはい、いうような方々なんでまああのそうですねちょっとここのところに資料があるんですけれども、はい、なんか。 このチラシなんか見ただけでもですね、ええ、あの前田さんとか、んうん、そうでなんかね国会に送りあの国連に送り出そうみたいなことをあの、ええ、書いていているところとかもすごく多いんですよね。はい、同じチラシに同じチラシに名前があるのが気,気になる名前がシン・スゴ、はい、さん、はい、森超ネット代表。はい。はい、からえっと。 武、えっと、健一さん、はい、いこれが、ねはいえっと、連帯労組関西生コン支部委員長 <Yeah. S 2> いわゆる関西生コンのトップの方ですね。<Yeah. S 2> あのもう一人は戸田久義さんという当時、門真の市議会議員だった方で、はい、この方はあの重信房子さんが逮捕された時に <Yeah. S 2> 家宅捜索を受けている方なんですよ <Yeah. S 2>、うん。でその人たちが、まあ、まあ前田先生の講演会を <Yeah. S 2> まあ支援をしている人たちであるというようなことなんですね。<Yeah. S 2> うん でこの人たちがずっと訴えているのが、まあ、反ヘイトということでですね。っていうまあまあだからいろんなネットワークが。はい あるんですが、大体登場人物はいつも同じ。大事ですね。私あの思い出したのが、それこそ五年ほど前ですかね。あの上村隆記者、上村隆記者があの桜井よしこさんとうちワックを訴えた裁判がありまして、で桜井さんがそういわゆるこのヤンフのね熱蔵記者と呼んだわけですよ。ビルで書いたら、それでその名誉毀損で訴えてきたわけですけれども、その裁判傍聴に行ったんですよ。したらあのまあいつものおなじみの河山理カさんと。か で後ろの方でなんかちょっとひそひそ話してる声が聞こえて「この前なんか沖縄行ったけど」みたいな、うん、つまり沖縄でなんかいわゆるこう反基地、うん、活動をしてる人たちが。うん おそらく上村隆の裁判の傍聴に、ぶどうされてみたいな、そういうのってもう、なんかもう同じ一面なんですよね。これってですね、だから、私もカナダも行ったし、オーストラリアも行ったし、そこにもみんないらっしゃって。九条、えー、の会とかがあるんですよね。はいはい、そういう人たちと、あと脱原発をやってる人たち、で、うん、も,も、全部つながっていて。はい、で、カナダとアメリカの学生を、はい、例えば、あの、京都の立命館大学夏に集めて。はい、で、その人たちと、あの、まあ、えっ、ー、と、広島の日と、長崎の日、原爆の日、合わせて、こう言って。うん、一番最後に行くところ。 長この間はその岡間雅治記念館の名前になっている岡間雅治さんって方が実は生前、うん、えと性犯罪をしていたということで、うん、今休館中なんですけれども、うん、そういうところにもうあのアメリカやカナダの学生たちと日本の学生たちを連れて行って、うんまあ、日本はこんなひどいことをやったんだっていう。 ことをやっているネットワークとかもあるんですね。それと戦っているのが杉田美穂さんです。はい、ね、もう返す返す絶対に日本にね、必要な人物なので、これはね、私からもう岸田総理自民党にお願いしたいのは絶対に杉田美穂さんを守ってください。ありがとうございます、うん。そしてこの視聴者の皆さんね、えー、やっぱり杉田さんだけは。 本当それだけですすはいいありがとうござましっかり頑張りますのではい、はい、あの、まあ、私は今までずっと一貫してずっとやってきてますし、はい、あの自分で言うのも変ですけどブレてはないし、はい、これからもブレずにしっかり頑張っていこうといつもあの鉄の心臓と鉄の肝臓で頑張りますって言ってるんですけど、はい、<laughs> 飲み過ぎは注意飲み過ぎには注意ということでですねはい、はい、頑張ってまいりたいと思います。ななんんかかの時にねなんか 日本人が全員杉田妙だったら自殺がなくなるだろうってツイッターに書かれてたんですよ。うん、ということはもう向こう側の皆さんはこのぐらいやったら普通だったら死んでるだろう自殺してって思うぐらいの攻撃をかけてきてる自覚はあるんだなと思う、えーうん、いや本当杉田さんがメンタル強くてよかったというか、んね、5年前だったら、うん、あの飛び降りてるかもしれません。うん まだまだね、ね頑張ってもらわないといけないんで、はいはい、日本しっかり頑張りますので。はい、<た>引き続きデイリービール、はい、杉田美を応援しております。ありがとうございました。ありがとうございました。